よく来たな、ルーキー。いらっしゃいませ、ご主人様。私と召喚したいのですか？いらっしゃいませ、ご主人様。私と召喚したいのですか？たまにはのんびりしたいね。オーダーが発令されている。確認してくる。手合わせしませんか？
定性はあ見てくれて今だけ頑張ってる君に悪魔がご
お帰りなさいませ、ご主人様。召喚を始めます。もっと召喚していいんですよ。誰？ああ、才川さんか。こんなところまで来たんだ。あなたは瀬能くん？よかった、無事だったのね。無事とは言えないだろうな。何しろこんなんなっちまったからな。やっぱりあなたも悪魔に。って、え？ああ、これが俺の今の姿なんだ。驚いたかい？よりによってそんな姿に。まさかそれがあなたの願望なの？願望？さあどうなんだろうな。よくわからない。ま、別にあんたらに危害は加えねえから。まあ、好きにしてくれ。ちょっと絶句してしまったわ。願いが叶う。その結果、悪魔になるのだとすれば、彼の願いって何なの？スライムになるような願いって。Yeah.
みんな無事ですね。 みんな無事ですね。 荒神の悪魔は破壊の。 あ、才川さんだ。瀬能君、ねえ、あなたは一体何を願ったの。 藤田君、江藤君、室井君、みんな願望を反映した悪魔になっていた。あなたは何を望んでその姿になったの。ああ、どうだろう。わかんねえな。考えるのも面倒だ。 逆に聞くけど、何だと思う？意味わかんねえな。
まあ、わかんなくていいけど。じゃあ、それはいいわ。別の質問。そもそもなぜあなたたちは悪魔になっているの？一体何があったのよ？答えんのめんどくせえなぁ。答えて。まあ、知ってるんだろう？大いなるアウラの力だよ。俺たちはそいつを浴びて、こんな感じになった。浴びる？浴びるって何？どこで？どんな力なの？いやーもう、めんどくせえよ。答えんのだるいわ。悪いけど、もう行くわ。要領得ないね。まあいいわ。追いかけてとっ捕まえるわよ。